四連休最終日の昨日、各地の人では一昨年に比べて東京の都心で減少した一方、各地の空港では大幅に増加しました。NTT ドコモによりますと、昨日午後三時時点の繁華街への人では一昨年に比べて東京渋谷センター街で一点七パーセント、銀座で十一点九パーセント、新宿で七点九パーセントの減少となりました。 不安定な天気や新型コロナウイルスの感染拡大を反映したものとみられます。一方、空港の人出は羽田空港第1ターミナルで23.3%、沖縄の那覇空港で36.3%、新千歳空港で24.9%など、4連休の最終日で大幅に増加しました。